こんにちは今回は深夜のコツコツ話人生が変わらない人の特徴のお話しされてましたあの奈美さんが言われてるように私も同じように思うんですよねまあこれはですね一つのフレーズや言葉や発想にまずは変化を起こさないといけないのかなと思います例えばねお金がないからやらないっていう一つの流れがありますけどもここから変えていくんですよねお金がないけどやるに変えるんですよね もう変わったでしょ、これ。お金がないからやらない。お金がないから買わない。お金がないけどやる。お金がないけど買う。ですよね。若いからやる。若いけどやらない。とかね。もう年だからやらないから、もう年だけどやる。とかね。こういうふうにもう、ここから変えていくってことなんじゃないかなと思いますよね。まあ、確かにね、50を迎える私もそうですけども、日々、 余裕なんてないですよ。忙しいと思えば、いくらでも忙しいんですよ。でも、忙しい中で、本当に打つ手はないのかな本当に時間はないんだろうか忙しくて時間がないっていう方、よく聞いてもらいたいんですけども、1分は作れませんかね忙しい中で、1分というのは何とか捻出できませんかね忙しい中で、完全に無駄がない生活をしていて、忙しいんですかねどっかに削れるものとか、どっかに、あ、これはやんなくてもよかったなと。 かけなくてもいい時間だったなってものはないですかね本当に忙しいんですかね誰よりも。この前、岸田総理はゴルフされてましたけども、あの岸田総理より忙しいんですかね忙しい総理大臣でもゴルフをする時間はあります。まあ、ゴルフしててもね、取材が来てて、なかなか落ち着かなかったかもしれませんけどもね。まあ、けど、自分が地上で一番忙しいと。 思っちゃえばまあそれはね行く手が阻まれてしまいますけどもそんなわけないですよね。もうまたですね本当にそこまで忙しくやってるんだったらとっくに人生は変わってるはずなんですよ。だから人生が自分の思ったように変えていけないことに忙しくて自分が本当に過ごしたい人生に。 向かわせるるためには時間を割いいてないとも言えるんですよだから人生を変える人生が変わらない人この差っていうのは発想を変えていない考えを変えていないっていう一番最初のスタートラインにあるんじゃないかなと思います。やっぱりね私たちは何を持っているかよりもどんなものを持っているかよりも何を思っているかですよね。どんなことを思っているかが 全てを変えていくんじゃないかなと思います考えていることっていうのは行動や言葉になります行動や言葉が変われば将来が人生が変わっていくんだと思いますねだから行動や発想や言葉が変わらなければ当然人生は変わらないんじゃないかなと思いますね本日もありがとうございました